ります。名曲ですね、ここで歌わせていただこうかなということで、ファレフォアという曲をお届けしたいと思います。ボストンにある山のお名前なんですが、そこはゆかりの木々が生い茂ってとっても神秘的な場所です。会えなくなってしまった、天国に行ってしまった家族や友人に会える場所とも言われております。のぞみ今 CD 作ってんだよね。あ、そうですそうですそうです、めっちゃ3回も言ってしまったそうなんです。9月の17日の発売を目指して頑張っておりますけれども、ミュージシャンの皆様に助けていただきながら